神戸祭りメインフェスティバル神戸祭りとは、神戸市の財政援助団体である、神戸市民祭協会が主催し、1971年に市民参加型の画期的な祭りとして誕生した。兵庫県神戸市の中央区三宮を主会場に、市内各地で実施されている、兵庫県最大の祭典である。テーマは、緑と海そして愛。港川公園前のパレードミス神戸を乗せたトラックの、 甲信神戸市電を使った花電車元来、神戸祭りの前身となるイベントは、戦前の1933年から開催されていた、港の祭りや1967年の神戸港開港100周年記念祭、並びに、その前夜祭りの神戸カーニバルである。神戸市の姉妹都市からの来賓を招待した式典や、市街地でのパレード、港の女王のお披露目、 神戸市電を使った花電車修行、国際大行進、開顧行列、市内の電飾などがあった。第1回、港の祭りが開催された1933年、当時は全国的な不況であり、神戸も例外ではなく、これを払拭するため、折しも来信中のアメリカのポートランド関係者から、同市のローズフェスティバルの話を聞きそれを参考に、当時の市長が市民祭として発案した。 祭りとされている。いわゆる伝統的な祭りではなく、市民創造型の新タイプの祭りとして始まった。その後、1971年に交通事情の問題などを理由としてこの二つのイベントを統合した、現在の神戸祭りが5月中旬の金、ね、土日曜日の3日間を中心に開催されるようになる。クイーン神戸のお披露目、各行政区における地域祭典。 市民団体や、マーチングバンド、姉妹都市からの来賓、さらに、サンバカーニバルなどによるパレードを開催している。1995年の阪神、淡路大震災の影響で、同年の第25回開催は中止となる。また、この第25回の大体に、元町商店街や南京町において、当初の予定と、ほぼ同時期となる5月20日と21日に、 神戸5月祭りが行われた。これを1995年の神戸祭りとみなすこともある。1996年以降、7月20日が海の日として祝日になったことから、この日を中心とした開催に移動した。この年は、各種企業や団体などから多くの協賛金が集まり、姉妹都市であるリオデジャネイロから200名を超すエスコーラ、ジサンバの人たちが招兵され、 また、東京の浅草サンバカーニバルをはじめ全国のお祭りやパレードに出場するサンバチームも招待され、2日間にわたりパフォーマンスを繰り広げた。2001年まで、祇園祭り、天神祭と並ぶ、京阪神三大夏祭りとして周知させる動きもあったが、2003年から適用されたハッピーマンデー制度により、海の日が7月第3月曜日に移ったことや参加者、 観客の根強い要望もあって、2002年から元の5月に回帰して開催を続けている。2005年以降は、日曜日に行われていたパレードが土曜日に変更されたが、2008年には再び日曜日にパレードが実施された。なお、以前に開催されていた7月には2002年から、港の祭りの性格を受け継ぐ、神戸ラブポート、港祭りと題したイベントが行われている。 2009年は市内で新型インフルエンザの感染者が出た影響により5月17日のメインフェスティバルのすべてのイベント5月16日の各区の祭りのうち東宇原祭り六甲ファミリー祭りフレアい中央カーニバルは中止となったメインフェスティバル会場である三宮界隈では開催中止を知らせる看板が至るところに掲げられ 開催当日は交通規制により迂回運行となる。バスも通常通りの運行となった。当初、公転などによる中止の場合でも延期の予定がなかったため、中止が決定した際は第39回としての実施はせず、第25回の時と同様、欠番扱いの予定だったが、その後、交通規制をしかないのを条件に、ステージ行事だけでも実施する方針となった。 しかし5月28日の神戸市長によるひとまず安心宣言の中で中止されたイベントのうちメインフェスティバルを7月19日に同規模で実施されることが発表された。ただし、時期的に日差しの強い日中の時間帯は避けざるを得ず、パレードも有告スタートで時間短縮を予定しており、当初参加する予定だった団体にのみ、出場の可否を問い、団体数が多い場合は、 抽選にて決定するとしている。2020年は新型コロナの世界的大流行により2021年に延期された。学校週5日制実施まで神戸市内の私立学校では神戸祭りによる臨時休校があった。基本的にオープニング行事、三宮元町界隈で開催されるメインフェスティバル、市内の各区単位で開催される。 各区の祭りで構成されるが、それに付随した協賛イベントや市民提案型イベントも開催される。また、神戸祭りに関連して、各区の祭りとは別に地域や町内会単位での祭りや催しも開催される。阪神、淡路大震災前は5月第3日曜日を中心に、金曜日にオープニング、土曜日に各区の祭り、日曜日にメインフェスティバルの順で行われていた。 震災以降、開催年度によっては、メインフェスティバルを土曜日開催にしたり、同1日開催だった区ごとの祭りも、各区で独自日程で開催するなどで、統一感がなくなってきている。サンバストリートメインフェスティバルは、お祭りパレードを中心にマーケットイベントや、ステージイベントなどが各所で繰り広げられる。中でも京町筋で行われる、サンバストリートでは、 神戸サンバチーム等のサンバダンサーの華やかなコスチュームを目当てにカメラを持った多くの観客で賑わう。お祭りパレードのコースは、三宮の東遊園地を起点にフラワーロード、三宮中央通りを経て、元町の神戸大丸前が終点となっているが、一時期、元町パレードと称し、終点である神戸大丸前からこのまま、 元町商店街に入って精神し西元町駅の旧ホテルシェレナまでパレードするコースもあった。パレードコースであるフラワーロードの中央分離帯はパレード当日に撤去できる要稼働式となっている。この模様は毎年3テレビジョンで当日長時間制中継されている。2009年度は新型インフルエンザ流行に伴う開催中止に 伴い映画など代替番組に急遽差し替えられた。各区の祭りは、各区の地域性を生かした催しが繰り広げられる。開催場所は、区内の公園か駅前広場などで開催される。神戸祭り温度は、神戸祭りの期間中に、市内各会場や地域、町内会単位の祭りや催しで聞くことのできるご当地ソングである。神戸祭り温度とは別に、 神戸温度というのも存在する。1976年5月15日に発生した暴走族が群衆を巻き込んで引き起こされた暴動。1974年頃から暴走族が集まるようになったことを問題視した主催者は、1976年の祭りでは午後5時にイベントを終了させることとしたが、暴走族見物を目当てにした群衆がそのまま居残った。 午後9時頃までに群衆は1万人ほどに膨れ上がったことから兵庫県警察はフラワーロード一帯を閉鎖。しかし徐々に群衆がボート化してタクシーを含む多数の自動車が横転された上放火された。また、ボートを取材中していた神戸新聞のカメラマン一人が写真撮影中に暴行を受けて死亡。 警察官を含む21人が負傷し、暴走族8人が逮捕されるなどの惨事となった。ありがとうございます。